大枠森正は日本の脚本家である。1962年から1968年の時期に連続テレビ映画特別機動捜査隊の各話を数多く執筆し、劇場用映画においては高倉健が主演した昭和山京伝死んでもらいます。あるいは新夜橋り万が一吹雪の大脱走の脚本家として知られる。スマートザテレビジョン。 ルシンネマ等での読み、山と熊正、テレビドラマデータベースで平記される、山と森久生は、いずれも誤りである。1929年2月25日、東京府東京市本塾に生まれる。大枠生は、江東区大島の大枠連単工業創業者、大枠十郎、元墨田区議会議員、大枠常尾ら、同地区に見られる生である。明治大学に進学。 第二次世界大戦後の1953年3月、同大文芸家を卒業する。松浦武雄に指示、宝塚映画製作所が製作した、嵐勘十郎の主演作、疾風。倉間天狗の脚本を松浦と共同執筆し、同作が1956年6月8日に公開されて、脚本家としてデビューした。今村文との回想によれば、 今村が松浦に入門した頃には、兄弟子として、大枠の保開志向活用し、佐藤道夫、松原義成、山崎岩尾がおり、今村のすぐ後には、安藤とよ弘、雪室俊一らが入門してきており、まるで合宿所であったという。1957年4月16日公開の、東映東京撮影所制作、大学の石松助群突破。 1958年5月20日公開の東映京都撮影所制作稲野勘太郎までは松浦との共同執筆であったが同年10月2日に放映されたテレビ映画盲目の弟と同年11月5日に公開された劇場用映画捨て売り勘弁で一本立ちした当時満29歳であった以降東映京都撮影所で脚本家として活動する 1962年7月11日に放映された特別機動捜査隊第38回欲望の海で初めて特別機動捜査隊の脚本を執筆以降1968年6月12日放映の第346回若者の橋までの総計36作を執筆した1966年に発行された 放送作家年間1966や、同じく演劇年間1966には、江東区大島の住所が書かれており、同地で今日構えた。当時は、日本放送作家協会の会員であった。1970年4月10日に公開された、新京大神儀の脚本を手掛けて、劇場用映画に復帰、有興列伝、バクト神儀さかずき、昭和山兄伝死んでもらいます。 翌1971年に入って、現代役座坂月返します。新矢ばしり万ガ一吹雪の大脱走と、大枠の代表作となる作品を連打する。同年12月29日に公開された、新矢ばしり万ガ一吹雪の大脱走が、最後の劇場用映画になり、1972年以降は、テレビ映画に戻った。1974年7月27日に、 放映された大江戸捜査網第149回消えた守備陣を五条隆史と共に執筆し脚本としてクレジットされた以降の作品歴は不明である当時満45歳であった満72歳を迎えた2001年10月に発行された著作権大帳、第26版には墨田区本所の住所が記されていたが以降の消息は不明である 日本放送作家協会、日本シナリオ作家協会、日本脚本家連盟、いずれの会員一覧にも、2014年現在、大枠についての記述はない。存命であれば、同年には、満85歳になる。疾風、クラマ天狗公開時のポスター広告、ステウリカンベ公開時のポスター広告、色は、若手振袖桜公開時のポスター広告、 特筆以外すべてのクレジットは脚本である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵を現存状況についても記す。国立国会図書館蔵書等に見る、単調あるいは記事、論文、掲載シナリオ等の書士である。ありがとうございます。